八王子祭りは東京都八王子市にて毎年8月に開催されている祭りで八王子市の中でも最大の祭りである八王子祭り実行委員会が主催2003年には地域伝統芸能大賞を受賞関東屈指の出汁祭りとして有名である江戸時代から続く市街地の宇治子を中心とする出汁祭りは現在では 八王子祭りのメインに据えられ、催されており、多賀神社の祭礼を、上の祭り、八幡薬萌神社の祭礼を、下の祭りとして親しまれている。八王子の地域文化の創造と継承、観光産業の振興、市民総合の連帯というは、八王子のイメージの紅葉の四点を目的に、毎年8月の第一金曜日を初日とする、金。 土日曜日の3日間に開催されている。1961年に行われた3万人の夕涼みに橋を発し、以来市民祭として開催されてきた。出し巡行は口日のように本来は別の祭りであったが、市政施行50周年を記念した1966年の市民祭のパレードに初めて12台の出しが参加した。1968年には、 市外からの来場者が増えたこともあり、現在に続く八王子祭りと名称を変え、さらに古くから別々に行われてきた上の祭りと下の祭りを統合し出し巡行として組み込んでいる。2003年、地域伝統芸能大賞を受賞。この年より祭りの内容が変更され、伝統ある出しを中心とした祭りとなっている。2010年、 全身の市民祭から数えて50回目を迎えた。2011年は、東日本大震災の影響で中止となった2016年8月6日、八王子祭りの恒例イベントである民謡流しが、ラージストボンダンスとして、ギネス世界記録として認定された。2020年、新型コロナウイルス感染拡大を受け、八王子祭り8月14日から16日開催は、 感染収束の見通しがつかないこと、来場者や開催関係者の生命や安全の確保が不可能のため中止とされた。2021年5月28日、八王子市は新型コロナの感染拡大を懸念し、8月13から15日に予定されていた八王子祭りと9月25日の八王子花火大会を中止すると発表した。期間中には、読みせモデル。 祭りの日程等の詳細については公式サイトを参照。出し祭りは江戸時代よりおよそ300年の歴史がある。林と共にされるイーチニーの八重という掛け声は古くからの伝統となっている。市街地の宇じ子を中心とし、多賀神社の祭礼を上の祭り、八幡や雲神社の祭礼を下の祭りとして7月と8月に別々に行われてきた。 江戸中期から明治中期には人形出汁祭り、明治後期以降は彫刻に力を入れた彫刻出し祭りというように時代とともに出しの趣旨が移り変わりつつも出し祭りとして関東で広く名声があった。火事により出しの消失はたびたびあったものの太平洋戦争末期の1945年の八王子空襲では8台もの出汁が消失している。その後、 1966年の市民祭に初めて出汁が参加し、1968年には上の祭りと下の祭りの出汁巡行が統合されて、以来八王子祭りの一部として模様されている。なお、空襲で消失した出汁は後に少しずつ再建されていき、現在では計19台の出汁がある。近年ではかつての上の祭り、 下の祭りとしての形態の復活が呼びかけられ、出汁の巡行及び辻合わせを上築、下畜というように同日ほどながら別々に行っている。上築、下畜合わせて現在計19台の出汁がある。出汁には竜や花などの彫刻が施され、夜になると灯過によって一層浮かび上がる。かつてはすべての出汁がアセチレンにより透過されていたが、 徐々に減少して、現在では、日吉町と追い分け町の2台のみとなり、他の出氏は電球に置き換わっている。ありがとうございます。